なちゃんを見てるくるぶしです。それですオッケー。まあまあ人いますよ。やってまいりましたよはい、久々に行きましたね。1年半ぶりのくるちょもパークでございます。いやありがとうございます。いやー、最後に来たのはいつですか。あれはですね、君に出会えてよかったの MV を撮りに行った時ですね。あー、去年の3月です。うわー、すげー立ってますね。すげー立ってますね。そっちやねあ、そう、あれも急遽来たからね。いや、そうね、本当に。いや、ありがとうございますけど、あれから1年半経ちまして、はいはい、我々もいろいろありましてね。うん。そしてまた、この我々の原点の地、くるちょもパークに帰ってきたということで。あ、感慨深いですね。感慨深いね。そして、うん、なんと、帰ってきて一発目に撮った動画が、うん、こちら。いや、あの、告白あるあるですね。いきなりこれやっぱらしいっちゃらしいです、ね、いやまあでも素晴らしい、素晴らしいですよね。いやもうこの発想はね、やっぱクルちゃん以外から出てこないですよねこれをやろうっていうもう60回以上あのやり取り見てるからまたこれがテンプレートみたいになってる。いやほんまにね、はい、ぜひ見てくださいね。まだ見てない人はね、アベマで見てますその大元を見せようとしてるのね。まあまあでもそっち見た方がおもろいもんね。そうだね。ということでですね、はい、我々2人揃うことがなかなか少なくなってしまいましたので、ちょっとずっと放置になっておりました、うん、スポーツ放置になっておりました。ああうまいうまい相方に優しい。2023年度の、うん、アイキャッチを取っていこうじゃないかと。忘れてました。そうですよね、取ってなかったですもんね。もうずっと2022年バージョンでやったんでね、あ、うん、でなんならねオープニングもね、うん、またちょっとくるくるちょもちょもは2024年度版またね来年取ってもいいかなと思ってるんですけど。あー KCU じゃなくて、まあ、KCU もまあ使いどころっていう感じで、あ、併用していけたらなと思っております。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあ今日、ね、今日はねメイキングというか、うん、そのメイキングの裏側というか、うん、そういうのをね、去年のね、うん、あの2022年度のアイキャッチとかのメイキングも面白かったんですよ。くるちゃんが編集してくれたやつ、こちらです。こちら、はい、覚えてない、 今の現時点ではどんな編集だったか見ろよお前じゃあね、はい、またちょっとね、うん、みんなに楽しんでもらえる動画をこれからもねちょこちょこ作っていけるように、はい、その意味も込めまして、はい、今日はアイキャッチの撮影とその裏側を見せていこうと思います。俺本当に嘘つかないよ俺本当に嘘つかない。何の話あのクレープ屋の女の下ナンパした時俺本当に嘘つかないからあ、嘘つかない、本当怒んない俺、そうそう、それそう何の話かと思った俺が悪かった今はい、はい、ということで、じゃあ、メイキング動画、張り切っていきましょう。それでは行きましょう。レディーゴー。何のことか思った。くるちょもチャンネル。おい、ダイエットしろよ。はい、撮ります、撮ってます。おい、ダイエットしろよ。おい、ダイエットしろよ。しょもちゃんがガドリングガンみたいな三脚持ってきましたこれ何用なんですか。スチールの三脚ではなく、うんうん、完全にビデオ映像撮影用の。やばいよね、このもの自体を初めて見たから、もうすごいなと思ってカメラやってる人でもなかなか持ってないと思いますこれ。いやでも結構やっぱね、その映像現場だと、うん、あ、いるんです、うん、やっぱなんかそのちゃんとしたものを撮ろうってなったら、うん、三脚はめっちゃ大事かも、あーっていうのをこうつくづく使い始めて痛感しました。もうほぼこれライブとかで撮ってる。そうですね、そのあんまの撮影とかね仕事をちょこちょこいただくんですけども、もうやっぱライブ撮影はもうこれじゃないとかけれないですね、うん、ぜひ皆さん買ってあげてください。あのリンク概要欄に貼っておきます。本当に。本当にめちゃくちゃコスパはいいと思って。うん。いいね。おい、ダイエットしろよ。一気に日陰や。風濃いよ中に。ああいいね。木漏れ日ってるとこがいい。木漏れ日ってるとこ。
何やらチョモちゃんがですね、橋の上に。チョモちゃんは前回も橋の上で走ったっていうのもね、あるんで。橋の上の男シリーズ。じゃあ。OK。撮ってまーす。はい。再生どこですか？ここ。あ、そこ。うん、あ、いいね。大丈夫？うん。あ、いいね。あ、後ろ通った。あ、いいね。あ、全然いいね。こっち真ん中。こっち。で、もうちょい前。オッケー、そこだね。あ、でももうちょい後ろかな。ごめん。あ、そこ。はい。だわ。どう、直立不動で言います？大丈夫？ダイエットしろ。ダイエットしろ。せーの。せーの。そうですね、せーの。せーの入れましょう。逆光やから、はい、逆光バージョンと順光バージョンの曲を撮ってもいい？はい。あ、やべ、チェーン来たね。前からやっちゃおうかな。やってみましょう。撮ってます。せーの、ダイエットしろよ。 OK。 俺も自分に言われてるみたいな。自分に俺のは完全にお前が言うなシリーズなんで。あ、でも逆光がええ感じかもな。ほんと？うん。ダイエットしろよ。あ、そっかそっか。こっちクルチョモチャンネルもいい。クルチョモチャンネルにしようか、こっちは。はい。あ、オッケー。もうちょっと、オッケー。いきます。一斉。フルチョモチャンネル。オッケー。やっほー。大丈夫？バッチリ。よー、来た！素晴らしい。やっほー。素晴らしいな。順調ですね。順調ですね。クルチョモの撮影はいつも順調ですから。時間がかからんからね。そうね。普段時間かかってる撮影がアホみたいに。ちなみに誰の？行きましょう。まあ基本的に俺は早いですよ。あっちの方もね。あっちの方、あっちの方も。あ、チョモちゃん、あそこのさ、見えないところから走ってきたいね。めっちゃ来るやん。フルチョモチャンネル。あの、丘のになってるところから顔出してくるぐらい。あれだね。うん。茨城かなっていうぐらい草が。あ、こんな感じなんですね。こんな感じ。まあ、でもね、あの、住宅街がこんな感じよ。あ、住宅街がこんな感じよ。公園だからこんな感じだけどね。クルチョモパークは。この家の裏がこんな感じってこと？やば。あ、でも、こっからだとちょっと丘感なくなるな。なね、大丈夫？ここにしようか、じゃあ。はい。こちらはいつでも。何も言わないっていう。
めちゃくちゃおもろいな。何も言わないおもろいな。ただ走り抜けるだけ。死んだ。あと何パターン？あと何パターンやろ。でもあれか、今さ、うん、個人のは2ずつしかないんじゃない？あ、そっか。あと1ずつ取る。そうね、とびきりなのを、うん、息が。よいしょ。チョモちゃんっていつも水飲んでんの？でもなんか太いの。喉あんま乾かないですか？あったらね、多分すぐ飲むけど。なんか全然飲まないイメージ。うん。あの木の陰からひょっこりな感じです。ひょっこり反して。オッケー。いきまーす。はい。OK。あ、いいっすね。ちょっと遠いかなと思ったんですけど、それはそれでいいっすわ。どうしよう。いや、もう分かった。見えた、絵が見えた。コーヒー、コーヒー。ちょっと、上目から狙ってもらって。顔にちゃんと光が、はい、手元映ります。手元映ってる、はい、今、はい、はい、チャンネル登録お願いします。ちょっと もう一回笑っちゃった。 OK、 OK、 いよいよ。はい、チャンネル登録よろしく。オッケー。エンディング。エンディングだ。うん。いいじゃん。これいいかもね。じゃあ。はい。ああ、いいね、ちょうど。あそこ前回のクルチョモチャンネルじゃないですか。多分。それやばいな。うんうん。いや、これ、この画角で撮ったわけ。そうですね。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、終わりましたけれども。いやー、終わりました。疲れてはいないか。暑い。暑いね。マジで。なんでこんな暑い。おかしいない。おかしいよな。9月ももう真ん中過ぎましたけれども。いやー、もう本当だよ。やばいな。ねえ、まあでも、暑い中でもね、うん、いい撮影が。できましたね。いや、やっぱ2人揃うと最強っすね。まあ本当うちは本当スピーディーにね。いや本当にね、終わるんで、ええ、まあもう30分ぐらいですかね。いやー1時間ぐらいかな。言い過ぎました。今年のアイキャッチ、はい、新しくこんな感じでね、はい、作ります。これここは去年の、クルチョモチャンネルね。そうそうそう、これです。これクルチョモチャンネル。はい、ちょっと久々に2人で、ね、座ってみました。エモいですね。エモいです。またね、皆さんに楽しんでもらえる動画たくさん撮ってきましたね。これエッチが楽しくなるシリーズ、ね、ああいいね、やっていきましょう。はい、ということで今回はですね、クルチョモチャンネル2023、アイキャッチ裏側というか
メイキングですね、はい、お送りしました。ありがとうございます。ちょめちょめやめてよ。チャンネル登録お願いします。ちゃんと付き合ってるらしい。そのせいで全然使われへん